流し目のスナイパー優子太郎でございます。今日は梅沢富美男劇団の九州ツアーに参加しておりまして、まだこれから移動なんですけど、朝の熊本城を小太郎散歩もしたいと思います。前あそこで行ったんだよね、あのお城忘れちゃった。行きました。今日は熊本城に潜入したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。熊本城を存分と楽しんでいってくださりませ。熊本城特別公開、いざ歩む。おお、ご注意ください。はい、ありがとうございます。 QR コードですよ、後ろも便利になりましたね。素晴らしいですね。これからあの階段が続きますけど、体力大丈夫ですか？小太郎さん大丈夫ですか？はい、私ですか？はい、私あなたより相当上なので何ですかね、相当それ相当上というのはその年のこと言ってますか？そりゃそうでしょでも最近ちょっとバスがね、ちょっとあの移動ね、移動が長すぎてちょっと腰がね、だいぶ負担が来てますけど。でも太郎さん、はい、太郎さんのよく巡業とかでは2時間半とか普通でしたよ。まあ普通だったよね。それがコロナでなくなっちゃったじゃん、はい、お仕事が。やっぱりこうやってね、お仕事があるっていうことはありがたいことですよ。はい、僕も一度来たことあるんですよ、熊本城。熊本城来たことあるんだ。はい、太郎さんにはちょっと言いにくいんですけども。なんで、どうした？僕あの高校の時にですね、修学旅行っていうもので来たんですよ。太郎さんが修学旅行って聞いたことないですよね。あ、マジで本当ですよね。修学旅行行くだったら親が稼げって言ってた。いや、そうなんですよ。そうです。ちょっと言いにくかったんですけども、修学旅行で来てるんです。いいですね、修学旅行で、はい、私、はい、遠足も修学旅行も行ったことがないんですよ。はい、そうなんですよね。1回だけ遠足、はい、親が許してくれて行きましたけど、はあはあ、だからこういうお城巡りとかする時間がなかったんですよ。だからもう今になってね、僕はこう YouTube やるようになって、こうお城巡りがねできるって歴史をね感じますね。いや本当ですよ。うん、あ、でもあなた嫁が熊本じゃない？違うんです、福岡ですね、どっちかっていうと。福岡県、北九州ですね。そうか、俺より先に行きやがって太郎さんはあいつになるのか。いや、あいつになるのね、もういいかな私の全てはファンの人のものです。いいこと言うね、朝から。いいこと言いますね、朝から。いいこと言うね。天守閣、はい、入り口です。かしこまってさ元気ですね、うん、朝から元気うわ、立派、やばい。ね、近くで見るとすごいですよね。さっきはちょっと遠かったので、ね、下で見るとちょっと小さめかなと思ったんで、ちょっと失礼だね、それ、はい、近くで見るとやっぱ大きいですね。で、大イチョウ、これがイチョウですね、イチョウの木です、はい、あー、これですよ、ほら。知ってます、あの熊本城って別名、はい、銀杏城って呼ばれてるらしいです。いや、だから銀杏がいっぱいあの下に落ちて臭いんだよね、はい、めっちゃ踏むとね、超臭いのよ。口気をつけて。わかりました。いや、マジでマジで。銀杏はやばいよ。別名銀杏城って。そう、そうですね。大イチョウ。はい。ね。銀杏城。加藤清正が植えた。加藤清正さんがね、植えたらしい。すごいね。修復してますよ。ほら、はい、全部、ほら、地震で全部こう、ね。雪崩のように、石垣が落ちてしまい、これ大変ですよ。また修復するのも。いや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 。それでは失礼つかまする。すごい、中は近代的ですよ。すごい綺麗。知ってますか、はい、お城好きにベスト3とかお城聞くとですね、はい、本当上位に上がってくるのがこの熊本城なんですよ。なるほど、はい、あ、熊本城はこの
熊取の熊と書いて熊本城って言うんですね。遡るんですね。中世、はあ、勉強になりました。なんか勇気に似てない？清瀬さん、いや目の細さといいさ、眉毛といいさ、合ってますかね。顎の出方といい、合ってますかね。合ってますよ。似合って、似てるかな。似てる似てる。すいません、編集で僕の顔を隣にポンってやってみてください。大黒柳が完成しました。見てください、模型で。模型だ、すごいね。あ、触ってみようって書いてあるんで、触っていいんですよ。これ石垣、石垣というか石畳、すごいですね。あ、よくできてますね。すごいですね。よくできてますね。これは中のそのなんていうんですかね、障子、はい、ね、金箔の。やっぱこの石垣やっぱ有名なんですね。硬い守りっていうぐらいだから、こんな感じだったんだ。面積は98万平方メートルにも。広いですね。広いね。城壁には上級家臣の屋敷が割り当てられ、観光、自習館や藩主の別邸、二の丸屋とかもありました。ほら、僕たちが好きな鎧とかが出てきました、はい、ね、すごいですね。今ただいま4階です。4階に上がるところです。これで上行けばいいですね、はい、そしたらてっぺんがそろそろ見られるんじゃないですか。もう一個上行けますね、ゆきちゃん。上行けました。最後です。これは綺麗、一望できますよ。私は天下を取るぞで、ここで加藤清正さんが多分言ってたんでしょうね、この景色。ねえ、すごいね。高い高い。あ、こっちはいい景色ですよ。ほら、山々の全貌を見てください。はい、大パノラマですね。いろいろ見させていただきました。熊本城は勇気も来たことはあるけど、私は初めてだったんで、いい経験をさせていただきました。僕も2回目でいい経験をさせていただきました。2回目で、はい、もうそうだよね、はい、2回来ないと分かんないよね。やっぱ城1回2回、そうですね、1回じゃ分かんないこともね、ありますよね、はい、いやでも本当に勉強させていただきました。これからも小佐野さんとこうやって暇があるときは続けたいと思いますんで、もう見てみてください。ぜひよろしくお願いいたします。それでは龍虎太郎のチャンネル登録、高評価、コメントもいただけると嬉しいです。概要欄に私のスケジュールも載っております。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。